マジかよ。マジだよ。さすがはマジカーヨさん、ただならぬ肉体の持ち主。吹っ飛ばされた体がすぐに再生しやがった。ダメージも一切残っていない。貴様、演技してたのか。お前の耳超でかくて邪魔じゃねえ。それ切ったらもっと速く走れるようになるんだね。こいつ、ただならぬ性格してやがる。ディスポメ、手こずりよって。どけ、俺が行く。やっと大将のお出ましか。よそ見してんな。悪い、事変すまん。最初からお前狙いだし、お前の力見せてもらおうじゃん。さあ、間違うよさん、ジレンの謎を解き明かすのです。ぬんぬん、やはり数は問題ではありませんね。